モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きる、草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。くす町にママに優しいキャンプリゾートパークパラディスト大分というところがあります。うん、まあね、あの春休みの季節ね、ドローン飛ばしに行ったりだとか、それから、バーベキューしに行ったり、テントに泊まったりっていういろんな遊び方ができるんですけれども、あそこにね、あのレストランがあるんですね。はい、ディストランテアジュールルナというレストラン、このランチコースが美味しいレストランのランチコースの締めで出てくるのがコンソメスープかけ焼きおにぎり6ということです。でね、あの美味しいんで自宅でも手軽に楽しんでもらおうっていうことで、それでね、あの6食のセットっていうのができました。はい、これをプレゼントしてるっていうことなんで、皆さんぜひね、頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。そしていよいよ明日夕方6時半です、桃地パレスで少子中寺のおもろい落語会開催いたします。ありがとうございます。まあ、今日ね、あのお稽古の仕上げをやって、そして明日に備えようということなんですけれどもね、すごくすごく楽しみです。はい、もう1本目の作品をここで披露したいぐらいのもんですよ。フライング相当おもろいです。本当ですか、楽しみ。あのな私も皆さんと一緒。いや、そうなんですよね。もう本当なんていうか、不思議な位置づけだよね。なんかね、あのモーニングジャムのマスコットキャラクターとして言っていいみたいですよ。マスコットキャラクター。自分でそんなことを言いますか。びっくりですよ。あのな、ゆるキャラゆるキャラっていうかね、よくわからないですけれども、とにかく、来るんですよね。行きます。行きますという。なんなら歌います。なんなら歌いますもよくわかんないんですよ。それもなんか触り歌ってゲラゲラ笑ってっていう、それが仕事だって途中で止めるじゃないですか。止めるじゃないですかっていうか、それはそれのコンサートじゃないから。そうです、ね、それでお金もらってるわけじゃないです。本当に全くもってその通りです。そのさ、それでお金もらうんだったら別のところでやっていただければというふうに思うんですけれども、まあ、とにかくね、明日やるっていうことなので、皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあまずはね、これからいきましょうか。女性の方、ひとみさんからいただきました。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。 WBCワールドベースボールクラシック世界一やりましたね。はい、大谷さんをはじめ史上最高の史上最強っていう風にね言ってたんですけれどもね、史上最強の侍ジャパン、しかし4番村上選手がなかなか本領発揮できず苦しんでいた。ファンでもなかった私、 WBC の初戦から急遽我が子を思うように夫と共に見守っていたんです。そしてついもうそういうほら言ったでしょ、そういうおばちゃんが日本中にいたと、 いたということなんですよね。そしてついに準決勝、はい、メキシコとの試合、仕事上、夫とは大抵24時間共に行動してるんですが、メキシコ戦の日は珍しく朝から別行動。うん、でもせっかくの準決勝だから試合は録画して晩酌でもしながら一緒に見ようということになって、結果が分かってしまうからスマホを必要以上に触らず、モーニングジャムもテレビも全てシャットアウトできそうなところはしてました。そして当日の夕方、私が先に帰宅、情報をシャットダウンしたとはいえ、さすがに村上様のサヨナラで勝ったという情報ぐらいは私にも入ってました。日本が勝ったのも村上様が打てたのも嬉しい、でもハラハラしながら試合を観戦した上で勝利に泣いて喜びたかったなという思いもあったんで、どんな試合だったんだろう、サヨナラってどんな状況から、塁に誰かいたの、投手どうつながった、何点差のサヨナラやった、村上選手どんな笑顔になったんだろう、大谷選手は打ったのかな、
息子のような村上選手、かわいいかわいい大谷選手、早く試合を見たい。で30分後、なぜか興奮気味の夫が帰宅と同時に長々と一言言ったんです。ただいま、お前が心配しとった村上、逆転サヨナラ打って日本勝ったぞ。佐々木が3点リードされとったんやけどさ、なんか日本もいろいろグズグズしよるっち思ったら、7回8回からガーッて来よるんよ。結果9回村上打つんよ。お前の大谷もやっぱ出たんすげえ男よ。あいつが9回で日本に火をつけた。めちゃくちゃ面白いゲームになっとるっちゃ。俺風呂入るけ、風呂上がったら晩ご飯食いながら今日の試合見られるように準備しとって、一緒に飯食いながら見ようや。なんですと夫からの約束で今日の WBC 我慢していたのに、まさかまさかの夫の笑顔の表情に口を挟むこともできなかった私も悪いけど、いやいや私はやっぱり悪くないと思う。今言えることは、私には準決勝もうほとんど筋書きは見えてしまったんですけど、っていうか夫は見てたな、絶対我慢できずに WBC の準決勝メキシコ戦を見てたな、その上でさらに我慢できず帰宅と同時に私に本日の概要を伝えたのであろうことが分かります。何がそこまで我慢できないのかは分かりませんが、とはいえ、いや我慢はなかなかできんでしょうあれは興奮しますからね。とはいえ私もその後準決勝メキシコ戦見ました。複雑な心境も吹っ飛びました。はあ、やっぱり村上選手すごい、大谷選手すごい、応援してます、侍ジャパン最高。ねえ、まあその後のねアメリカ戦っていうことにつながっていったわけですけれどもね、はい、まあ皆さん本当にあの、準決勝決勝、まあアメリカに行っての2試合は本当にね、まあ、もちろんのことながらねベスト8で、イタリアとの試合もあったんだけれども、はいはい、あそこまではねやっぱ日本で試合をしてアメリカに行ってからもうベスト4なんていうのはもうすごいチームばっかりですから、ね、はい、いや本当に素晴らしい、試合でした、はい、試合をどうやって見ていたか、ね、これはすごいねただいま、お前が心配しとった村上、逆転サヨナラ打って日本勝ったぞ。佐々木が3点リードされとったんやけどさ、なんか日本もいろいろグズグズしよるち思ったら7回8回からガーッて来よるんよ。結果9回村上打つ、お前の大谷もやっぱ出たんすげえ男よ。あいつが9回で日本に火つけた、めちゃくちゃ面白いゲームになっとるっちゃ。俺風呂入るけ、風呂上がったらすぐ晩飯食いながら見ようや。今日の試合見られるように準備しとって、一緒に飯食いながら見ようやっていう口が挟めないよね。挟めない、これは挟めませんこれはさあそれからね、これもいきましょうか、女性の方です。40代、中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。私は小学校4年生1年生の男の子2人の母親、仕事家事子育てに追われてクタクタの日々、やっと休めた週末の夜の出来事、私と主人2人とも休みの日は早めに夕飯を済ませて家族でテレビを見たりゲームをしたりのんびり過ごすんですが、その日も家族みんなで桃太郎電鉄のゲームをしておりました、うん、主人の順番、サイコロを振って必死に進むコースを考えていると、隣で長男がブッブッブッと普通に聞こえる音でおならをしたんです。私と次男はいつものことなんで特に触れることなくゲームをしていました。しばらくしたら主人がなんかバリクサおならの匂いに気づいた大声、私と次男はあの子よ気づかんかったとブブって音したよと教えてあげました。と同時に隣の部屋からアレクサが音楽を流し始めたんです、うん、誰もお願いしてないのに家族みんなで何とハテナマーク、もしかしてバリクサに反応したんじゃない、うそ。試しに次男がバリクサ明日の天気何と聞いたら、明日の天気はきちんと反応、おならが臭くて放ったバリクサに反応してくれたアレクサに家族みんなで大爆笑。普段はムスッとしていながらも家族大好きな主人、これはおもろい家族に出せるよと大笑い。
長男にお小遣いあげるからと執筆をお願いしたらお金では釣られんとクールな反応面白いことを大好きな次男は今でもアレクサに話しかけるときバリクサーと呼びかけています。うーん、ね、これでやっぱ反応するんだな。反応するようになっていくんですよ。だから最初はちゃんと言わないと反応しなかったものがやっぱだん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 やっぱ学習するんだなと思いました。その次男の例えばうちもその滑舌が悪かったりしてもだんだんやっぱ反応するようになっていったんですよはっきり言わなくても滑舌がちゃんとアレクサって言わ早口で言ったりするからアレクサって言うんですよでもなるほど、それにも反応するようになってきたんです。だからやっぱ学習してんだなと思って。いや滑舌が悪いっていうねもういやいやいや、おもろい話があるんだけど明日おもろい落語会でその話でもできるかなって。